人。もう私仕切り直し、もう一回始めからいくよ。カメラが開けてないところで一人でファイトしておりました。改めまして皆さん、ファイトだよ。高坂花香役、えみつんこと新田えみです。よろしくお願いします。はい、この番組ニコ生ラブライブ、はえみつんファイトクラブは、時にはゲストさんと、時には番組スタッフさんと、そして時には番組を見てくれているラブライバーの皆さんと、楽しくも真剣にファイトしていこうという番組でございます。いやー、始まりました。いきなりのアクシデントにお腹が痛いです。本当に緊張してるんです。私も結構ね、歌で弱いタイプというか、本番に弱いタイプというか、意外に知られてないんですけど、私緊張しいなんですよ。まあね、運営さんもね、私もファイトだよということで、本日はよろしくお願いいたします。まあね、ファイトクラブっていう、まあ何でしょうね、このタイトルは。何がファイトなんでしょうね。まあいろいろ何かやらされるんじゃないかと思ってドキドキしております。じゃあ早速、メールが届いたようなので紹介していきたいと思います。新田さん、こんばんは。このニコ生ラブライバーはえみつんファイトクラブという番組タイトルついでですが、ファイトはほのかのファイトだよから来てると思うのですが、クラブは一体どこから来たのでしょうか。それとこの番組は主にどんな内容なのか、第1回ということもあるので教えていただけたらと思います。そうですね、それは私自身もすごく不安なところなんですけれども、ここでスタッフさんからの挑戦状が届いたようなので、こちらを読みたいと思います。えみつへ、本日のえみつファイトクラブの見どころを紹介してください。ただし、ただ紹介すればいいわけではありません。前回のラブライブの BGM に合わせて歌いながら紹介してください。えみつん、ファイトだよ、ファイトだよじゃねえよ。え、もう、あ、なんか分かってきました。えみつんファイトクラブは、えみつんがファイトが頑張るクラブなんですね。ここはね、なるほどね。しかもなんかこれ判定されるんですか？私が頑張れたかどうかっていう判定がある。はぁ、なるほど。それでは、ちょっとね、ちょっと待ってください。ちょっとカンペ書く、カンペ。あ、もうダメ、あ、もういい。もういい、もういい、頑張る。はぁ、スタッフさんから、たくさんファイトだよをいただいておりますので、それでは早速、行ってみたいと思います。本日のファイトクラブ、見どころはこちら。始まりました、えみつんファイトクラブ。一体何をさせられるんだろう。いきなりの無茶ぶりに、すでに心が折れそうだけど、もう少ししたらゲストさんが助けに来てくれる。不安だけど楽しみ、1時間頑張ります。ラブライバーさんと私たちとみんなで一緒にファイトだよ。頑張ったで、私。頑張ったで。判定は？よかった。そんなに時間かかるような頑張りでした。私結構頑張りましたよ。はい、というようなね、かなり頑張らなければいけない番組が始まってしまいました。それでは1時間皆さん、よろしくお付き合いお願いします。えみつんファイトクラブ、スタートです。
いての挑戦状が届いているので読みたいと思います。えみつへ、本日のゲストの紹介をお願いします。ただし、ただ紹介すればいいわけではありません。ほのかとゲストメンバーを一人二役で演じながら紹介してください。えみつのファイトだよ、ファイトだよじゃねっつの。一人二役、うん、わかりました、頑張ります。それではいきますね。それではここで本日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲストはこの方です。夏色笑顔でワンツージャン。もうやめて、もうやめて。あ、まだ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 。顔真似します。もういいです、罰で。ダメならダメって言ってください。はい、というわけで改めてご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。はーい、ミュージックスタート。なんと私、あ、まさか偶然じゃない。あれは、ファイトクラブになんでかわからないけど聞いちゃった。頑張ってた、すごく頑張ってた、頑張ってた。さあ、頑張れエミツ、頑張れエミツ、いろいろあるけど頑張ってね、頑張れエミツ、頑張れエミツ、みんなエミツのこと楽しみにしてるよ。おーへい、はい、ありがとうございます。自己紹介じゃなくて私ばっかり応援してもらってやっぱファイトクラブなんでね。はい、はい、というわけで改めまして私、ニッコニッコニー矢沢ニコ役徳井空です。よろしくお願いします。いやめっちゃ待ってた。めっちゃ待ってた。いや、私もね、エミツあ、やばい、エミツなんか心配、お腹痛いとか言ってるから早くさせてあげなきゃってね、思ってて、じゃあ私も歌いたいから歌いますとか言ったけど、あ、なんなっちゃってごめんね。そんなことないよ。そらまりで本番前に背中させててくれた。私のまさかね、あんなにうまく歌えないとはちょっと思わなかった、自分でもね。びっくりしました。はい、はい、はい、初番組、ね、初のゲストは、ね、新番組おめでとう、えみつ。まあね、今日は二人でラブライブの魅力についてそうだ、ね、たっぷり紹介していきたいと思いますので、ね、紹介していっちゃいましょう。あれだね、距離遠いね、これね。本当はちょっと近づいちゃう、うん、これぐらいかな、このぐらいでいいかな。うん、はい、まあね、あのラブライブの話だけでなく、うん、はい、私たち自身の話もしていきたいなと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、最初のコーナーに早速行ってみたいと思います。はい、最初のコーナーはこちら、ゲストとトークでファイトだよ。トー、はい、トークでファイト、はい、まあな、すごい、なんかマイクパフォーマンスでなんか、おい、エミツバンみたいな怖いね、怖いね、MC バトルみたいな ね、うん、マイクバトルって感じかな、リクからみたいな。まあね、あの要するにトークコーナーでございます。あ、なるほどね。そうなんです。戦わないわけ。そうです。よかったよかった。ファイトだよって言いたいだけ、あ、言わせたいだけみたいな感じなんで ね、はい、うん、まあね、うんうんうん、最初の一応テーマが決まっておりまして、はい、テーマあるんですか。はい、じゃあその最初のテーマをまず発表したいと思います。うん、はい、最初のトークテーマはこちら、うん、テレビアニメ2期、うん、2話までの中で特に印象に残っているシーンをイラスト付きで教えて。うん、あー、うん、2話までね、放送されて、うん、もうニコニコのやつとかも2話が放送されてるからきっとみんな見てくれたと思うんですけども、2話までちゃんと見てくれたよっていう人、見てくれました、いますかね。あ、いる、お、いっぱいいる。あ、そう、サンタさん、サンタさんのね、お話、あのマキちゃんが、ね、サンタさんを信じてるっていう、あのピュアマッキーがね、ピュアマッキーも、ね、でも今日マッキーのお誕生日なんだよね。あ、そうなんですよ、ね、マッキー見てる、おめでとう、マッキー、マッキー、マッキー
って見たんですよね。そうなんですよね。マッキーちゃん、ね、いくつになったんですかね。マッキーは16歳か5歳、高校1年生だから、高校1年生の年齢だね。16歳になる年齢ってことですかね、ぐらいかな。いつまでも分かって羨ましいね。羨ましいですね。サンタさんを信じてね。いいね。ピュアマッキーでした。それじゃあ私たちもね、イラストを描いてきたので。そうなんですよ。はい、これがエミツンで、これが私の分ね。おい、それでは、はい、ドラマルから行ってみましょうか。はい、いいんですか。はい、テレビアニメ2期2話までの中で印象に残っているシーンを教えてください。はい、どうぞ。時間がなかったんであんま書けなかったんですけど、うん、こちらです。私が印象に残ったのは、ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー、笑顔を届ける矢沢ニコニコ。おぉ、ダメダメダメ。ニコニーはみんなのもの気持ち悪いね。あ、待って待って、忘れてた。あ、待って待って。気持ち悪い。これマッキーが最後にね、気持ち悪いって突っ込むんですよ。っていうシーンでーす。いやー、よかったですね。第1話ですね。そう、1話で、いきなりニコニーがもう長年の成果を見せてやるわ、みたいな感じで、リンちゃんと花代ちゃんに向かってやってて、うん、でね、1期の時も確か、うん、ニコニコに、あなたのハートニコニコにのやつがあって、ロングバージョンがあったんですけども、なんと2期でそれの、なんだろうな、この、デラックスパワーアップバージョンがあると思ってなかったんで、ね、ここ私も渾身の力を込めてね、やりました。うん。とても良かったです。あ、本当？はい、もう練習の成果が出てたと思います。出てたかな？ニコニーの。あ、じゃあちょっとポイントを教えてあげるね、みんなに。あ、ここじゃなくてね、これを、これをみんなが、ね、お家でやるときのミソは、こう、うん、あ、ダメ、ダメ、ダメのところが、ダメ、ダメっていうか、ドメ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 っていう風に発音すると、よりいい。ダメじゃなくて、ドメドメドメ。あ、そうそう。ドメ、いけるいける。ドメドメドメ。おぉ、そうそう。ドメ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 。いいいいいい。わかりました、今日。グッドグッドグッド。使っていきましょう。はい。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。はーい。うん、じゃあ続いて私も紹介したいと思います。私もね、ちょっとね、時間がなかったんで。うん、そうね。線少なめなんですけど。線少なめ？線少なめなんですけど。これ私も1話からですね。うん、1話。はい。雨、やめーの後の、こちらのシーンですね。おー、シンプルだねねえ、時間がなかったのがよくわかるでしょ、みんなだいぶ、でもこんな感じだったら驚いてたもんね。うん、はい、みたいな。まさかあんなことで雨が止むとは思わなかったよ、本当ですよ。まさか天候を操れるなんてね。いや、私も台本を読んでめっちゃ驚きましたからね。ねえ。いや、でもそれだけエミツンパワーがね、うん、エミツンパワーって。いや、ついには天候を操れるようになったのかと思いましたけれども。ねでね、なんか奇跡が起きて、なんか やろうと思えば何でもできるんだよみたいなことを言ってて、すごいなと思った、ほのかは。まあでも、本当になんか、うんうんうん、なんて言うんでしょうね、こう前向きなパワーって、うん、思いもよらないラッキーをさ、そうだね、寄せたりとかって実際するじゃない、うん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 、みたいなね、まあその一つかなと思って、ね。今度あれだね、ライブとかがある時にさ、この間の埼玉雪が降ったけどさ、雨が降った時はさ、お客さんたちみんな外で、雨ーやめーって言ってくれるかもね。そしたらやむかも。ね。うん、いいですね。人間ね、やろうと思えば何でもできるわけよ。はい。というわけで、こちらのシーンでした。はい。はい。そしてちょっとここでメールが届いているので紹介しますね。お願いします。ラブライバーネーム、ゲンドセルミオさんからいただきました。ありがとうございます。ニッタさん、そしてゲストの徳井さん、こんばんは。こんばんは。ラブライブも2期が始まり、うん、1話では突然のミュージカルほのかの、雨やめーなど、人間とは思えない奇跡を起こしたりと、息が違った展開があり、とても楽しい内容となっていましたね。2話では山で合宿してメンバーとの絆を含めて、とてもいい話になっていて、とても感動しました。ありがとうございます。続けて紹介しますね。ラブライバーネーム、将軍さんからいただきました。ありがとうございます。エミツンサラマル、ファイトだよ！ファイトだよ！まずはラブライブ2期放送開始、そして番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。2話ではほのかはほぼ寝ていただけでしたが、最初的に海ちゃんのぶっ飛びっぷりと、りんちゃんの作詞に来たはずにゃーの叫びがとても印象的でした。ファイトクラブの方は番組名からしていろいろと大変な目に遭いそうな感じがバリバリですが、楽しみにしていますね。ご心配おかけしてます、ね、ありがとうございます。確かに人間とは思えないさ、技でさ、
あれこれってなんかそういう超能力系のアニメだっけみたいな感じがしたよね。いやもうね本当に1話で私たちもだいぶ驚いたよね。そうだよね。私はねそうなんです、あのメンバーのみんなよりもちょっと早く、うん、あのミュージカルパートを、そうそう、エミちゃんは歌わせていただいてたんですけど、ね、先に収録したんだよね。そうなんです、そうなんです。あの監督ともねお話ししながら、うんうんうん、であの音楽プロデューサーの北原さんとも話をしながら、うん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 、レコーディングをしたんですけど、ね、だから本格的なねミュージカルだったよね。ミュージカルやりたいんですっていう風に監督がおっしゃってたので、もう相談しながらね、うん、本当に一個一個詰めていったんですけど、うんうんうん、まあ絵がついたらすごかったですね。すごかった。思った以上にポールでほのかがめっちゃ回ってて、すごい回ってた。回ってたよね、うん、そんなに回ったら溶けちゃうよと思ったバターになっちゃうかと心配だったけど、ね、でもあそこみんなも駆け抜けてってさ、うん、すごいなんだろう勢いのあるさ、うん、ミュージカルパート、あそこね、私もすっごい好きなの。私も好きなの。ね、いやね、あの、まあ、1話をね、見ずに2話から見始め、うん、あ、2話じゃないや、2期から見始めたっていう方もいらっしゃるかと思いますのでね、うんうん、その方にはとても分かりやすい感じになったんじゃないでしょうか。ね、そうそうそう、前回までの嵐ですよね、分かりやすかったわ、ね。2話はどうでした？2話はやっぱりほのか確か寝てるだけだったけど、うん、その間になんかみんなこうリリフォアとかのさ、うん、あの今まであんまり描かれなかったユニットでの3人ずつで行動してて、なんかマキちゃんの思いとかもあって、それをニコがなんか3年生のためっていうんじゃなくて、みんなのためにあるのよっていい話をして、なんかちょっとさらになんかこう近くなったような感じがしてね、うん、とっても嬉しかったな、ね。まあ、ユニットでね、うん、あの行動を別行動してるね、うんうんうん、話だったんですけど、そう、まあニコちゃんのね、うん、芋は良かったですね。芋良かった、良かった。そう、なんか芋好きなんですよ、うん、ホクホクの関係ってことですね。ね、そうそうそう。あったかいですね。ね、でもなんかさ、プランターはさ、温泉とか入ってていいなと思っちゃった。そうだね。ね。のんびりしてた。のんびりしてるよね。あの、でも、プランターもね、ほのかはまあ寝てるだけだったんですけど、うんうんうん、まあね、あの花代ちゃんと小鳥ちゃんのとことかもね、うんうん、今後どう生きていくのかっていうのも注目のとこなので、楽しみにしててください。じゃあ続いてのトークテーマに行きましょうかね、はい。続いてのテーマはこちら、うん、アフレコ現場で特に印象に残ってることがあったら教えて。はい、うん、そうで、そうですね、そうですね、アフレコね、アフレコね、まあ、結構進んでますけども、はい、じゃあ私から、はい、いいですか。私はこちらです。じゃじゃん。で鍋は、これはですね、で鍋は事件みたいなのがありまして、うんうん、確かアフレコ序盤の方に、うんうん、みんなであのご飯に行ったんですよ、うん、あの確か監督さんとかもみんな含めて、うん、それで最初に頼んだ鍋がもう最後の最後までなかなか出てこなかったっていう。あー、最初の方にあったよね。すごい最初の方にあって、最初の方にね頼んで、まあ、鍋最初ついてこうね、食べて帰りましょうみたいな感じだったんだけど、なんかなかなかね来なかったんだよね。その後から頼んださ炙り明太子とかはさ、すごい来てたのにさ、そう、ね、鍋来ないねつって、一番最後に鍋が来ましたっていう些細な事件でした。まあ、アフレコのね、ほっこり、ほっこりした感じの話ですけど。そう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 、ね、楽しかったけど。はい。じゃあ、えみくんは？はい、私はですね、うん、はい、こちら。ハラリ。ハラリ？え、なになに、ハラリって。あの、空丸は目撃者ですよ。私はね、目撃した。あのですね、あの、収録中に、うん、ジャンパースカートを私が履いてたんですね。そう、ね。で、あれ真剣、割と真剣めなシーンだったよね。なんかジャンパースカート、ここになんか紐が、こう紐がついてて。そうそうそう、サスペンダーみたいなのがね。そうそうそう。で、こう立ってマイク前に行って喋るんだけど、うん、タイミングのいいところで、なんてか、ハラリ。なんてかかんてか、ハラリみたいな。両方で片っぽずつ落ちたんだよね。片っぽずつエミツなんか、アミツが喋るためにハラリ、ハラリって落ちちゃって。まあね、こう、ちゃんとスカートになってるから服が脱げはしなかったんだけど。脱げはしないんだけど。そうそうそう。なんだろう、うん。え、別にもう一回ハラリしてるよ、ちょっと今。今、マイクがハラリしてるかもしれない、ちょっと。今のハラリで。え、みつえみつえみつ、ファイトだよ。ハラリしてたからね、あれ
けど。ちょっとごめんね、お腹痛い。誰か誘ってあげてください、みたいなお腹を。笑ってお腹痛い、ごめん。あー。やばいね、腹筋が鍛えられちゃうね、この番組は。ね、はい、じゃあ続いてのお話行きましょうかね。はい。はい、続いてのトークテーマはこちら。うん、はい、テレビアニメ2期。オープニング、それは僕たちの奇跡のレコーディング秘話があったら教えて、うん、というものなんですけれども。なるほど。そうですね。こんなところに。え、なになになに、こんなところに。なになになに、これは、え、これはもしかして、ラブライブテレビアニメ2期のオープニング、それは僕たちの奇跡の CD ですね。はい。こんなとこにあるなんてびっくり。びっくり、びっくり、びっくり。サンタさんかな？サンタさんかな？どうでした？レコーディング。これね、うん、いや、やっぱ歌詞が、本当にすごい、2期の3年生も卒業が迫ってるし、みたいなテーマとかにすごく沿ってて、うん、だから私も歌詞見て、もう本当、泣きました。このやっぱ3年生役としては、はぁ、そっか。卒業が近づいてるんだなと思ってて、もうね、とっても切なかったですね、歌うときに。私も仮歌さんのね、歌を最初に聴かせていただいたときに、本当に涙が溢れてしまって、そうなんですよね。なんかもちろん青春真っ只中な曲でもあるんだけど、明るくて前向きでね、曲自体はすごい明るくて楽しいんだけどね。そうだけど、なんて言うんだろうね、このミューズのメンバーに触れ合ってる身からすると、うん、そうだね、もうなんか言葉が染みて染みてしょうがないんだよね。すっごい本当に染みてきて、なんか今までこう小中高とかも、うんうん、なんだろう、私もう早く卒業したいなと思ってたの、うんうん、早く卒業したいと思いながら通ってたんだけども、うん、なのになんかここに来てこれを聞いて、なんか初めてその卒業したくない人の気持ちが分かったっていうか、うん、なんか卒業したするの寂しいよ、別れちゃうの寂しいよとか言って、うん、何を言ってるんですかとね、言われてた思ってたの私は。多分同じような人もね、いると思うのよ、こういう見てる人たちの中にも、うん、でもこれを聞いて、そのやっぱニコたちの気持ちを考えたら、あ、もうめっちゃ卒業したくないと思って、うん、それがなんかね、分かったのがね、この曲のおかげだなって私は思ってるんでね、ぜひ今3年生だったり高校生とか現役の学生の人にもすごく聞いてほしいなと思います。そうですね。ね、なんか本当にこの曲を初めて聴いた時にその涙が溢れたって言いましたけど、うんうんうん、あとそれと同時に、うん、あ、これからずっと大切に歌っていく曲になるなっていうのも、うん、そうだね、感じましたね。しかもやっぱりすごくさ、盛り上がりそうな曲だからさ、うんうん、今アニメのオープニング見たらさ、もうみんな早速踊ってるじゃない、うんうん、めちゃめちゃ。だから、あ、きっとこれライブとかでも披露したら盛り上がるだろうなってすごいね、思った。オープニング映像ってやっぱアニメが出るまで私たちもね、なかなか見ることないんですけど、あの完成したのを見てさ、ね、いや、あれもね、完成したの見てほんと泣けるよね、なんか泣ける。なんだろう、みんなが可愛くて泣けるみたいな。そうなの、可愛くて泣けるの、ね、あの感覚はなんでしょうね、なんでしょうね。あとさ、うん、みんなの足、うん、みんなの足、あ、そうそう、あの生徒の足が、あ、みんなね、映ってるじゃないですか。なんかね、ほんとに始めた時は一人だったのに、ほのか一人だけだったのに、で、三人になって、うん、で、九人になってって。でね、今さ、学校のそのみんなもさ、最後はさ、あの、一期の終わりには行動にみんな集まって見に来てくれて、うん、その学校のみんなが、お友達が応援してくれてるっていうのがなんかね、オープニングでも初めてみんなと共演できた感じがね、すごい嬉しかったよね。ね、素敵な曲になったと思います。ね、いい曲ですよ。はい。ね、もうジャケットも、ね、ジャケットも可愛くて、新しいさ、この衣装、うんうん、オープニングの衣装もすっごい可愛いしさ、ね、ほのかなんか太ももになんかキラキラみたいなのがついてない？ね、キラキラしてる。可愛い。いや、でも、あのダンスをね、うん、見ると、すごくね、可愛くって、泣けちゃう。うん、反面、うん、ライブ頑張ろうってなるよね。ね、そうだね。こうやって、うん、こうやってニコに笑いながらこうやって移動してたけど、どうなっちゃうの？こうやって黒話しながら踊るんだけどね、これね。ね、どうなっちゃうんでしょうね。はい、楽しみです、はい。はい、というわけでね、はい、今お話に上がりました。うん、曲を聴いていただきたいと思います。うん、はい、4月23日に CD がリリースされます、うん。テレビアニメ2期オープニング、ミューズで、それは僕たちの奇跡。
はい、ということでお聞きいただきました。で、さっきねちょっと言うの忘れちゃったんですけど、この PV の中で、みんながさ、そうそうそう、一人一人が映ってくところ気づきましたかね、皆さん。気づいたっしょ、これね。ブルーレイの、はい、一期のブルーレイの表紙のね、みんなの絵が、なんか動いちゃってるんだよね。そうなんです。すごいよ、あれも感動した。感動しました ね。はい、はい、ということで、お聴きいただきました曲は、ミューズで、それは僕たちの奇跡でした。はーい。廃校の危機に瀕した学校を救うため、立ち上がった9人の少女たち。笑いあり、涙あり、スポコンありの、みんなで叶える物語に、あなたも参加しませんか？ラブライブブルーレイ特装限定版。ペンライフィスボエミツンファイト劇場。いやー、ファイト劇場っていうくらいにはいよいよ戦う時が。そうなんだよ。だよーだー。ここで、エミツンがファイトする模様をね、はい、送りするコーナーではなく、違うよ、可愛いコーナーなんだよね。そうなんです、こちらはですね、原案、君の桜子先生書き下ろしの、ほのかとゲストメンバーの書き合いのセリフを紹介するスペシャルコーナーでーす。おー、すごい。これコーナーのタイトル大丈夫これで、ね。違うじゃないの、ちょっと。もっと、もっとファンタジーなタイトルにしてねえ、ファイト劇場だとね。はい、というわけで本日はね、ほのかとニコちゃんの、そうなんですよ、お送りいたします。ねえ、そして本日のシチュエーションはこちらです、はい、うん、もしもほのかとニコが宇宙人はいるかいないかの議論をしたら、うん、はー、あー、そうか、この二人どうなんだろうね。なんかのぞみがいたらさ、呼んじゃうでみたいな感じでさ、呼んでくれそうな感じするけどさ、確かにこの二人だとどんな感じなんだろうね。あー、ニコちゃんはどうだと思う？ニコちゃんは、ニコは意外とこの間のマキちゃんのサンタさんもなんかプープーみたいな感じだったから、宇宙人なんているわけないじゃんとか言ってそう。確かにね。ほのかは信じてそうだな。信じてそうだね。なんかさ、すごいデジャブなんですけど、すごい昔に、ソラマルがゲストで来てくれた、ことほの海か。で、宇宙人の話をしたの覚えてるかな？何？怖い。何？そんなしましたよね。すごい昔。ほんと？うん。あ、でもコメントにあったなってみんな言って。覚えてます？何？そんなあったっけ？うん。もしかしたら見てくれた人も、あのね、私たちが、なんだろう、この宇宙人にニュースを紹介するとしたら、みたいなシチュエーションで、セリフを言うみたいなコーナーがあったんですよ。思い出した、思い出した。ねえ、やったやったやった。私、そのソラマルが忘れられなくて。本当？覚えてる？全然覚えてない。ソラマル。ソラマルがね、ニッコニッコニーって後にこうやって耳を澄ますんだけど、ニッコニッコニーっていう声が返ってくるっていうのをね、やってて。何？私やばいね。何やってんだろう。そんな宇宙人と会話シーンみたいな。そうそう、っていうのがあってね。ね、あ、みんなよく覚えてるね。思い出した。やばいやつ。やばいねって、ひどいなぁ、もう。いやー、すごいなと思ったんですよ。その時もね、サラマルは。そんなのがあったんだね。はい、じゃあね、実のところはどうなのかというのは。そうだよね。はい。この子たちはどんな感じなんでしょうかね。それでは、やっていきましょうかね。はい。エミツーファイト劇場、スタート！はい。じゃあ、質問です。この世に宇宙人はいると思うか、いないと思うか。理論激論、ミューズアイドル討論会。まず、宇宙人はいると思う人。はーい。はぁ、やっぱり、ニコと一緒じゃん。てかどうしよう、これじゃ議論にならないニコよね。せっかくお題もらったけど、どうも初手から失敗臭い、このアイドル討論会。あれ？ってことは、ニコちゃんも宇宙人はいる派なの？もちろん！当たり前ニコよ！宇宙はもうすっごーく広いんだし、今までいろんな本や映画にもヘンテコな宇宙人がもうすでにいっぱい出てきてるニコ。だいたいこの世に宇宙人がいるって思った方が楽しいし。あー、だよねー！ほのかも絶対そう思う！いつか本物の宇宙人に会えたらいいなー。ほのかも大人になる頃には、宇宙船で遊び
しないかな。何気に東京オリンピック見に来てくれたりとか。実はもうすでに地球まで到着してるのかもよ。ああ、そういうのほのかもなんか聞いたことある気がする。先にこっそり先遣隊の小さなロボがやってきててさ、で、そのロボと偶然仲良くなって。まあニコは、もしこの宇宙に本当に宇宙人がいたら、そんな宇宙人の皆さんにも喜んでもらえる宇宙一のナンバーワンアイドルになって、真っ暗に凍りつく真空の宇宙空間にもニコたちの歌うミューズの歌を届けたいニコね。ああいいなあ。そしたらほのかもニコちゃんと一緒に精一杯の笑顔で宇宙の皆さんを幸せにしたいです。それでね、宇宙人でもいいから大人気作学院に入りたいっていう入学希望者増やして私たちの学校を守りたい。宇宙人が入学してきたらそれはもうものすごく話題になって地球人の入学希望者も増えるニコね。でしょ。これからはほのか宇宙進出も視野にミューズの活動頑張ります。ニコニが君の先生のね、エネルギー使ったわ。10カロリーぐらい消費する感じのかも。はい、ね、まあ、こういうコーナーなんですね。うん、なるほどね。こちらね。うんうんうん。はい、もう。二人とも信じてたんだね。そうだね。でも、ミューズの中だったら、まあ、海ちゃん、あ、でもどうだろう、海ちゃん。うん。海ちゃんをさ、うん、意外に信じてそうじゃない？意外に信じてると思う。うん。いると思ってると思う。ね、地球人も宇宙人ですしとかね。言いそうだね。言いそうだよね。言いそう言いそう。うん、すごいね、なんか皆さん本当にこれね。うん、え、何気にみんな信じてそうじゃない？うん、みんな信じてるかも。うん。そらまる自身はどう思う？もちろん信じてるニコよ。うん。ごめんね、いつごめんね、壊しちゃって。全然そうだよ。いや、絶対いるよ。めっちゃいると思う。うん、私もいると思う。ねえ、いるよね、うん。でもなんかさ、新メンバー宇宙人加入とかなったらどうする？ミューズ。あー。まあ、でも、うん、手が2本あって、うん、足が2本あえれば、ミューズとしてはダンスは踊れる。じゃあタコみたいなシルエットのやつだったら？さあ、夢を見るのは難しいかな。そうだね。うん、まあ、でも、一人で、足がいっぱい入ったら何人か分できるんじゃない？そうね、ステップがね、そう、ステップがね、できるかもね。はい、というわけで、ほのかとニコのやりとりはいかがでしたでしょうか、はい、以上、えみつんファイト劇場でした。ラブライバーのみんなとクイズでファイトだよ。遊ぼう、はじめまして。はい、番組を見てくれているラブライバーの皆さんとクイズでファイトしたいと思います。今から4択のクイズを出題されるので、そらまると私は2人で相談して回答していきます、はい。番組を見てくれているラブライバーの皆さんはユーザーアンケートで回答してください、はい。一番投票数の多かった選択肢がラブライバーの皆さんの回答となります。最終的にラブライバーの皆さんの方が私たちよりも正解数が多かった場合は、なんとスペシャル壁紙をプレゼントしちゃいます。うそ、嬉しい。何スペシャル壁紙って。でもね、うん、皆さんが、うん、ラブライバーの皆さんが勝った場合は、うん、そらまると私には、うん、屈辱の罰ゲームが待っています。罰ゲームするの？たった2人でさ、はい、その罰ゲームとは、うん、えみつんファイト罰ゲーム。なんじゃそれやと思うでしょ。なんじゃそれやと思うでしょ。私も、私もだよね。そうなんです。エミツファイト罰ゲーム。ってことは、私もなんですけど、あのゲストに来てくれたね、そらまるも一緒に回答する立場ということなので、私とじゃないんですよ。エミツンとファイトするわけじゃなくて、やだよね、番組の終わりに二人で戦うの。そうそうそう、やだよ、戦いたくないよ。だから、なんだけど、ファイトするんだって。ファイトするんだ。それが、うん、私たち二人で、うん、お題に出されたものと、エアでファイトをする。エアファイト？エアファイトなんですよね。
なんだろう、野生の動物とみたいな、そういうイメージみたいな。多分ね。そうなんだ、すごい、うん、どうしようかな。ね。でも何が来るか分かんないもんね。そうなんですよ。でもやだよ、私たちせっかくここまでさ、こう、プリティに来たのにさ、うん、そんな、エアでもファイトしたくない。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 はい、ちなみにね、うん、こちらクイズはですね、うんうん、まあ、問題の入り口はラブライブなんですけども、はい、中身は雑学とか、うん、童話の隅をつつくような問題らしいですよ。おうおうおう、なるほどね。うん、例えば、うん、まあ、ミューズのメンバーといえば、ミューズのメンバーのエリチカといえば、ロシア、ね。ロシア、うん。で、ロシアの首都といえば、みたいな。なるほど。結構常識問題みたいな、ね。あ、じゃちょっとその子に関することに関することに関することみたいな。そうそう。遠回しには遠くないかもしれないみたいな、ね。なるほどね。ちょっとだけ繋がってるかもみたいな問題が出るそうなので。うんうんうん、よろしくお願いします。はい。そっか、でもこれラブライバーの皆さんの回答も、が答えだもんね。そう。みんながどれにするかって感じだもんね。そうなんですよ。まあね、皆さんも、その、今のとかね、うんうんうん、今の問題とかね、別窓で開いて、うん、ロシア、首都とかって、ググっちゃダメなんですよ。うん、調べたところで、ダメ。ダメですからね。ダメ。皆さんも正解だろうと、不正解だろうと、うん、投票数が一番多かったものが皆さんの答えになりますので。うんうん、人数が多かったやつが正解、みたいな、ね。そういうことです。それでは、最初の問題行ってみましょう。はい、お願いします。はい。うん。1問目。うん。ラブライブクイズ。じゃんじゃん。電話帳を元にした調査によると、全国に矢沢さんは何人いるでしょうか。矢沢さん、ちなみに、こちらの、はい、こちらの矢沢の漢字表記のみですね。はい、矢沢さん、ね、こちらが、そうですね、ロッカーの方の沢っていうのは、ちょっといっぱい選択しちゃったニコね。そうですね、こちら画数の少ない方の沢は含みません、うん、ということでございます。はい。じゃあ私たちも、これね、私がなかったらそこいいんだ。あ、ここにみんな、そうか。私、エミツンチームだもんね。そうですね。うんうん、はい。では、はい、選択肢。選択肢いきますね。うん、1、232人。お2、889人。お3、3211人。お4、25,252人。ニコニコ2人？ニコニコ2人です。ニコニコ2人？ほんと、それだったらすごくない？すごいよね。うん。矢沢代表だよ。すごい。でもちょっとこれ。いや、でも、どれぐらいだろうね。でも、1000人、880、3000。3000もいないと思う。そんなにいるかな。いや、私たちこれ答え言っちゃうとマイク乗ってるから。そうだね。こそこそでしょ。これ、取れたの？これかな？この辺りかな？これっぽいよね。うん。うん。うん。これ皆さんもう投票してるんだよね。皆さんも。それだと思うやつを投票してください。さあ、これ。どうですか？投票は終わりましたかね？はい。はい。はい。じゃあまず私たちの回答を発表しちゃいます。はい、私たちの答えはこちらです。じゃじゃーん！ 889 人。うん。まあ、1000人ぐらいじゃないかな。3000でちょっと多そうだし、200じゃ少ないし。画数少ない方も含めたらもっといそうだけどね。そうだね、うん。なんで私たちは2番にしました。はい。さあ、ラブライバーの皆さんは何番を選んだんでしょうかね。お！出ました。え？ちょっと、なに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 ？4番ニコニコ2人が 49.1%。ちょっと。しょっぱなからやってくれたな。やられたよ、ひみつ。やられましたね。やられたよ、私たちね、結構今ね、保身に走ったね。本当だよ。いや、私たち攻めるべきはあそこだったかもしれない。はい、ちなみに正解は、2番、お、889人。オッケーじゃーん。ちなみにですね、名字の多さランキングは、新田さんに続いて、2494位だそうですよ。新田さん、なんか新田さんみたいな、ね。新田さんじゃないです。新田の間に井戸が入ってる。新田さんですね。新田さんの次なんだね。でもこれ、ってことは、1ポイントが、私たちに入ったってことですね。つまり皆さんの、スペシャル壁紙プレゼントから遠のきましたという話でございます。それでは、はい、2問目いきまーす。はい。問題、はい、ラブライブクイズ、ダダン、やわさ、すごい
柔らか、ね、柔らかもう一回いすいません。はい。矢沢二君の誕生日といえば、うん、7月22日ですね。そうだよ。ウィキペディアの7月22日の項目に、うん、実際に記載されている記念日は、次のうちどれ？え ?1722、うん、ナッツの語呂合わせから、ナッツの日。あー、ナッツの日っぽい。うん。722、うん、何にの語呂合わせから、物を尋ねる日。物を尋ねる日。722、うん、夏になるの語呂合わせから、夏休みの日。あー、でも夏休みってそんぐらいから始まるよね。うん、そして、最後、722、うんうん、722の語呂合わせから、お兄ちゃんの日。なーにーにー、なーにーにー、本当に？本当に？これをもし真面目に考えたね、組合がいたらちょっとと思うよ。ねえ、そうね。なんて、お兄ちゃん組合みたいなね。なんだろう、なんだろう、じゃあ皆さん投票開始してください。はーい。なんだろうね。でもね、うち、長野はね、この辺りまだ学校なんですよ。あ、そっか、地域によるんだね。そう。千葉県はこの辺からね、夏休みを。本当に、うち7月28日から、うん。遅いね。そうなの。夏休み1ヶ月ない頃だ。あららららら。どうだろう。もうありそうなの。うん。ね、そうだね。無駄に言ったらそれだよね。うん。じゃあこれにしてみる。そうだね。はい、はい、決まりました。ましたじゃあ私とエミツンの回答発表したいと思います。はい、じゃじゃん !1 番のナッツの日でーす。さあ、ラブライバーのナッツの日、はい、皆さんはどうでしょう。じゃん、はい、お50.9% でナッツの日ということは、ということは、私たちの回答が一緒ですね。ちなみに正解は、はい、ナッツの日。お、やったー、ナッツ、日本ナッツ協会が設定したそうですね。あるんですね、日本ナッツ協会。ナッツ食べるのかな、ね、ナッツの日は。ね、どうなのかね。ね、アーモンド食べましょうとか。アーモンド食べる日みたいな感じ、ね、あるのかね。はい。では、今の場合は、両方に1ポイントずつ。1ポイント、1ポイントずつゲット。はい。やった。それでは続いての問題いきます。はい、問題、はい、ラブライブクイズ、ででん、テレビアニメ2期第2話で、うん、ニコが飲んでいたドリンクの名前は、え、こちらですね。ちょっと見せていこうね。あ、このシーンね。休憩中の時ね。これ。はい。これなんだろう。はい。1。うん。オレンジグレープ。運動中にそんな濃そうなものを喉カラッカラ、うん、2、ナイスジュース。ナイスジュース。美味しそうだね。3、うん、クールフレッシュ。クールフレッシュ。4、うん、ニコニコパワー。ニコニコパワー、あ、ニコニコパワーだったら可愛いけど、どうなんだろう。さあ、どれでしょうか。皆さん投票開始してください。どれかな、濃いんじゃない、やっぱ。これは濃いよね、うん。これ濃いし、ちょっとベトベトしそうだよね。ベトベトしそう。うん、でもこれかな、これが一番爽やかかな。やっぱなんか運動感ある、うん。これだとしたらさ、すごいさ、もっと、もっと飲んだ方がいいよね。そうだね。うん、じゃあこれかな。そうだね。決まりました。はい、決まりました。私たちの回答は、3番のクールフレッシュでーす。皆さんの回答はどうでしょうか。で、うん、もう、え、あ、クールフレッシュ、もう、またまた答えが揃いましたね。一緒でしたね。さあ、正解は何でしょう。はい、正解は、うん、3番クールフレッシュでした。やったー、クールフレッシュ。いやー、すごいね。運動にはやっぱね。そうだね、クールダウンフレッシュなものが必要だよね。ニコニコパワーあったら飲みたいけどね。はい。ということで、今回も私たちと皆さんに1ポイントずつでーす。じゃあ、結構いいな。どうした、ピンポーン。ありがとうございます。はい。はい。ピンポーン。どうした、ピンポーン。ありがとうございます。はい。はい。それでは、ラストの問題になりますよ。あ、ラスト、もう1問ある。5ポイント、5ポイント、5ポイント、みんな
な本気出しちゃえ。はい、それでは、はい、いきますよ皆さん、はい、挽回、挽回じゃないや、逆転狙って、ね、頑張ってください、うん、いきます。はい、問題、ラブライブクイズ。ごめん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 。はい、小鳥のベッドのそばに置いてあるものは、うん、次のうちどれ。うん、1、どんぐりの形の目覚まし、2、キノコの形の電気スタンド、3、クマの形の携帯電話置き、4、リンゴの形の鏡。はぁ、なるほどね。これやっぱ小鳥ちゃんファンは小鳥ちゃんの小鳥ちゃんちの間取り詳しいからさ。そうだね、知ってるかもしれないよ。うん、なんだろう、なんだろう。でも普通ベッドの横にあるものって言ったらこれかこれじゃないかな。うん、日常的にぽいよね。うん、これサイドテーブルってことだもんね。そう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 。でも小鳥ちゃんなんだよ、チュンチュンなんだよ。そしたらこれじゃない。チュンチュンなんだよね。小鳥はこれじゃない。こんな気がするね。こんな気がするよね。よし、はい、決まりました、うん、私とえみつんの回答はじゃん、1番のどんぐり型の目覚ましでーす。イエーイ。さあ、皆さんはどれを選んだんでしょうか。ダン、お、お、キノコの形の電気スタンド。え、やばい、分かれてる。どうしよう、これ5ポイントだ。やばい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 。はい、ということで正解は2番、キノコの形の電気スタンドの、という。そうですね。なんで私たちはさ、やっぱ小鳥ちゃんはさ、鳥さんだから、鳥さんはどんぐりは食べるけど、キノコは食べないと思ったんだけど。なぁ、キノコね。ねぇ。あ、でも、あれだよ、このキノコだって、ほら。うん。なんか、いい色合いしてるもん。そうだね。パジャマとマッチ、壁紙もさ、緑だからね。ね。あー、やばい。あー。そうじゃないよ、ま、最も恐れている。というわけで、得点を発表します。はい、ラブライバーの皆さん7ポイント、えみつんさらまる3ポイント。わー、そんなみんな詳しい ね。ということで、私たちは番組終了後に、謎のモニターで戦わなければなりません。なんだろう。はい、ということで、皆さんおめでとうございます。はい、あ、そうだ、なんだっけ、うん、あの、スペシャル壁紙をね、あれ、私たちの、こんな、それいる？誰とかって感じ。こういうの、こういうのなの？二次元のやつですよね。と、二次元のやつですね。あ、よかったよかった。はい、の、そのスペシャル壁紙の入手方法はエンディングで発表いたします。はい、エンディングの、あと、エンディングで。エンディングでかな？発表いたしますね、うん。はい、罰ゲームはエンディング終了後に行いますので、うん、お楽しみに、うん。以上、クイズでファイトだよでした。お知らせです。はい、まずはアニメ情報です。ラブライブテレビアニメ2期は東京 MX にて毎週日曜22時30分、うん、読売テレビにて毎週月曜26時29分、うん、テレビ愛知にて毎週月曜25時35分、 BS11 にて毎週火曜24時から放送中です。はい、そして配信情報です、うん、バンダイチャンネルでは毎週火曜日24時から、ニコニコ生放送では毎週金曜日23時30分から、あ、早い配信しております。はい。早い配信だよ。早い配信だから気をつけてください。続きまして、リリース情報です、はい。テレビアニメ2期のブルーレイ第1巻が6月20日に発売されます。うん、特装限定版には、ミューズネクストライブ埼玉スーパーアリーナ、チケット最速先行販売申し込み券や、ミューズオリジナルソング CD が封入されるなど、超豪華仕様になっております。うん、また、テレビアニメ1期のブルーレイ特装限定版が5月28日に全7巻同時リリースです。詳しくは公式サイトでチェックしてください。そして、ラブライブテレビアニメ2期オープニングシングル、うん、それは僕たちの奇跡は、うん、来週4月23日水曜日の発売でーす。
イエーイ。はい、こちらね、スクフェスのシリアルコードも入っています。さらにエンディングシングル、どんな時もずっとは、5月8日木曜日に発売でございます。はい。はい、挿入歌シングルもこの後ね、続々発売を控えておりますので、ね、お見逃しなく。はい。そして、ラブライブソロライブコレクションメモリアルボックス2が発売中です。これまでの楽曲のソロバージョン9人分のディスク9枚を収録しました。価格は税抜き1万8000円。各メンバーごとでも税抜き2000円で発売しております。聞いてくださいね。はい。そして、ジーズマガジンが4月よりリニューアルします。わあ、おめでとう。はい。より大きな紙面でね、ラブライブの記事が楽しめますよということで、今月よりラブライブのコミックが読めるコミック誌ジーズコミックが誕生です。どちらも4月30日発売予定です。続いて単行本の情報です。君の桜子先生が送るオリジナルストーリー、ラブライブスクールアイドルダイアリーは、第1弾から第9弾まで、現在発売中です。こちらもよろしくお願いします。はい。その他の詳しい情報は、ラブライブ公式ホームページをチェックしてください。以上、ラブライブからのお知らせでした。はい、それでは、はい。お時間の許す限り、皆さんからのメールを紹介していきまーす。ありがとうございます。はい、ラブライバーネーム、マコリンさんからいただきました。ありがとうございます。ニットさん、徳井さん、こんばんは。こんばんは。そして、マキちゃん、お誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう。はい、ツンデレで、マジエンジェーなマキちゃんが大好きです、アニメでニコちゃんとイチャイチャしてるマキちゃんもすごく可愛かったです。さて、今日はマキちゃんの誕生日ということで、お二人に質問なのですが、マキちゃんの好きなところを教えてください。マキちゃん、そうだね、私やっぱりね、この間のね、2話でも分かったんだけど、なんかピュアなところ？そうね、ピュア少女で、なんだろう、お母さんとか家族に愛されて育った感じがすごくするじゃん。そのところがね、好き。かわいい。え、みつおは？私はね、やっぱまあ、ツンデレなところといえばツンデレなところなんですけど、あのね、みんなといるときに、つまんなそうにしてる風を装ってるところがたまらないね。そうだね。なんかクールになろうとしてる感じがあるよね。そうそうそう。だけど、こうみんなの話し合いの時とかに、ちょっと言っちゃうさ、この言葉とかにさ、そうだね。どんだけみんなのことが好きかとかさ、そうだね。愛情が溢れちゃってるんだよね。かわいいやつだよね。隠しきれないよね。あいつったらもう。本当にかわいいんですよ、マキちゃん。お誕生日おめでとう。ね、おめでとう。はい。じゃあ続きまして、ラブライバーネームマリーノリさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。みつんそらまる、こんばんは。こんばんは。先日発売されたラブライブソロライブコレクションメモリバルボックス2買いました。ありがとうございます。フォースシングルからアニメの挿入歌などのたくさんの曲がキャラごとにいろんな歌い方、特徴があって、普段聴いていた曲たちが違って聞こえました。ほのかちゃんの元気いっぱいと思いきや、クールな感じがあったり、ニコニーの可愛いだけじゃなく、大人っぽい歌い方など、様々な歌い方があった充実した内容でした。日記も放送中でさらに曲が増えると思うので、第3弾が出るのが今から楽しみです。ではでは。ありがとうございます。確かに、いつものやつだと、みんなちょっとね、一パートごととかさ、みんなで歌ってるとこが多いんだけど、全部コーラスとかも一人でやってるから、あれはすごいよね。ね、もう本当に9人の時とはね、また違った聞き応えがある感じというか ね、そう、実はなんかその、なんていうんですか、ミックスの仕方というか、音もちょっとずつ9人で変えてあったりして。そうあの子はこういう歌い方してたんだ、みたいなのがね、なんかそれぞれ、ね、ると面白い。ね、出されてる、ボックスになってますので、ぜひ全員分聞いてほしいよ ね。いっぱい聞いてください。はい、続いて、紹介します。ラブライバーネーム、ファントムさんからいただきました。ありがとうございます。エミツンサラマル、こんばんは。こんばんは。久々のラブライブ生ということで、バイトを入れずに開けておきました。ありがとうございます。アニメ2期、毎週楽しみに見ています。明日の3話では、新曲が聞けそうなので、非常に楽しみです。ラブライブの楽曲はカップリングも素晴らしいので、そちらにも期待しています。オープニングのカップリング、だってだって、ああ、無情は、早くライブで体験してみたいです。いやー、ああ、無情ね。ああ、無情すごいいいよね。もう、超楽しかった、これ。撮るの。私もね、楽しかった。あのね、気が早いんだけど、これはね、ソロライブさんを早くね、出したいね。まだ見たばっかなんだけど、出したよね。ああ、無情の
そろ聞いてほしいよね。聞いてほしいね、これは、ね。私はね、ボツになった拳バージョンをね、ねぜひ聞いてほしいなと思うんですよ。はい、そうなんですよね。ね、本当にね、オープニングのね、爽やかな感じとは、うん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 、また、ね、一味というか全然違った。はい、視聴動画とかもあるかも、と思うんだけども。こちらね。だってだってだって、あ、無情。これ本当にね、とってもクールな。クールですね。クールな曲になってね。いや、まあね、ライブ楽しみですよね、これ。ね、そうだね。ちょっとね、ぜひぜひ、あ、無情の方も楽しみにしてください。はい。で、続きまして、ラブライバーネーム、勝手にカッパさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。日田恵美さん、ゲストの徳井空さん、こんばん、ブフォー。ブフォーうわ、なになにそれ。なになにブフォーって何全然公式じゃないから大丈夫で。後で説明するね。後で説明する。オッケー。ですね、生放送頑張ってください。アニメ2期も引き続き楽しみにしています。ということで、イラストを添えてくださいました。こちらです。じゃじゃーん。エビちゃんファイトクラブということでね、ほのかがかなりファイトな感じになってますね。いやー。ありがとうございます。ね、幸せです。かっこいいね、ほのか。でも、ほのかもなんか、なんだろう、バーゲンとかあったらこういう顔しそうだけどね。しそうだね。それは私のだよーみたいな感じでね。あ、でも食べ物とかはこうなりそうだね。そうだね。勝手にプリン食べられたらこんな感じになっちゃいそう。ユキホには見せてそう。そうだね。この顔。見せてそう。ありがとうございます。はーい。というわけでね。はい。はい、皆さんからのメールを紹介しました。はい。たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。これからもどんどん送ってください。はい。ファイトクラブ。生放送でお届けしてきました。エミズンファイトクラブ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい。皆様までどうもありがとう。すごかったね。いや、エミズンほんとファイトしてたよ。みんなはね、このエミズンのファイトはね、すごい伝わってると思うよ。もうファイトしすぎてね、今お腹痛かったの思い出したもん。いや、すごいファイトしてた。ありがとうございました。いや、とんでもない。でも明日にはね、いよいよ3話でさ、ねえ、ね、確かにさっきもメールでなんか、明日はいよいよ歌えそうな予感がしますみたいな感じであったからさ、3話も本当にとっても面白いからね、もう早くね、どれも早く見てほしいけどね。そうなの、どの話も素敵なんだけど、ね、私本当3話大好きで。あ、本当？そうなの。ね、本当によろしくお願いします。ね、楽しみにしてください。明日お楽しみに。はい、そして、はい、壁紙。お、壁紙。壁紙妖怪かな妖怪かな、うん、はい。ですね、スペシャル壁紙はですね、明日の23時から、夜23時からですね、公式サイトで配信が開始されるそうですよ。なるほどね。はい、よろしくお願いします。アニメがちょうど終わったぐらいかな、公式サイトに行くと壁紙がもらえちゃうそうなんですよ。はい。はい、それでは本日のエミツファイトクラブはここまでなんですけれども、次回の放送も決まっております。次回はい、皆さん手帳出して。はい、次回はですね、5月17日土曜日、21時から、ゲストも決まっておりまして、ゲストは、りんちゃん役のリッピーが来てくれまーす。わー、リッピーだね。いやもうね、ほんとドラマルにしてもね、リッピーにしても心強い。どんな心強い。そんなことないよ。また、懲りずに遊びに来てね。行く。大丈夫、水で手冷えちゃってます。指先が今、これそっと触れた指先が冷え切ってるから心配しちゃうよ、私。はーい。あったかくね、おいてね。はい、というわけで、本日のニコ生はここまで。はい。お相手は、新田恵美と、ゲストの、徳井空でした。バイバーイ。それでは、このまる。私たちはね、エアーでこれからファイトをしてほしいんですよ。え、エアーで？エアーで。何ですか、エアーでファイトって。ねえ、意味わかんないよ。エアーでファイトだよっていう。エアーでファイトだよ。はい、あー、そっかそっか。というものらしいですね。はい、はい、それでは、ね、私たちの本日の相手は、初回だし、エアトリケラトプス、エアプテラノドン、エアティラノサウルスと、エアファイ！全然意味わかんない。ちょっと強敵すぎるんだけど。どういうこと、どういうこと、強いんじゃないの？だってさ、テラたちはすごく強いんじゃない？ねえ、何になって戦えばいいの？私たち、生身の人間の得意と似たバーサス、プテラたち。勝ち目ないよ、エミツン。どうしよう。
何が効くの？なんかちょっと弱点とかない？弱点？うん、動物は基本的に首が弱点なんだけど。わかった、うん、じゃあ私、首狙っていくしかないんだけど、トリケラトプス、うん、このフリルがあるから、フリルはある。フリルの後ろ？フリルの後ろか、うん、え、難しいね。でしょ？ティラノサウルスは、うん、あのね、手が短いんだけど、尻尾が強靭だからそこに気をつけた方がいいかな。あ、尻尾が、そっかそっか、うん、バンってやられたら痛いわけね。うん、プテラノドンは、あの、飛ぶから、うん、意外にね、骨がね、弱いと思うんだよね。うん、じゃあ、まずプテラからかな。え、これ立って倒す。それ座ってちょっとやばいと無理かな。座ってじゃあ全然倒せないよ。うん、え、これここから、ここで倒していいの、ま、もう一本前出るの、前に行ってファイトするんですか。なんかしかもゴングが鳴るまでファイトしなきゃいけない。倒さなきゃいけないよね。倒せるまで。じゃあファイトということでしましょうか。敵はこっち？敵はあっちだね。あっちだね。うん、オッケー、うん。というわけで、はい、ファイト。ファイトだよ。どうしよう。どうしよう。まずやっぱトンネルトンネルやつから行く。ファイトだよ。バイバーイ。バイバーイ。また来月。